はい。えー、今回ですね、ドリームアカデミア生からですね、結果報告いただいたのでシェアします。えー、35万円のスクールが今日対面で1件、通話で1件、2件決まりました。最近よく決まりますということで、バンバン決めてますね。じゃあ今日だけで60万ですかね。すげえ。いやー、今日だけで60万か。<laughs> すごいですね。まあ、サラリーマンで60万稼ぐって言ったらね、 1>, 1ヶ月、2ヶ月分に相当する、もしくは3ヶ月分に相当する人もいると思うんですけど、素晴らしいと思います。まあ、あの、ドリームアカデミアでね、教えてる、その、えー、セールスする上で対面と通話が一番、まあ、あの一番制約率高い売り方ですので、まずここをやっていただいて、その後、ウェブ上で売るっていうこともやっていただければいいのかなと。で、多くの人が最初、ウェブ上で売ろうとしてるんですけれども、ん、別に売れないことはないんですけど、 難しいですよ。僕も最初そのメルマガとかねメールだけで売ってきましたけど大変ですからスキルめちゃめちちゃゃ必要です、まあ、別にそのスキルをね、えー、上げるっていうことも大事なんで全然やっていいんですけど売上をメインに見るんだったら一番簡単に売上を作れる方法っていうのが対面か通話です。 で、この簡単にっていうのが、うん、コピーライティングをガチでやった人しかこの言葉っていうのは伝わらないと思います。てか、コピーの方がめちゃめちゃ難しいですからね。もうレターとメールマガだけで売るっていうのをちょっとやってほしいんですけど、結構大変ですよ。<laughs> 本当に。あの、メールマガとセールスレターだけで売るっていうのは本当大変なんで、まあそれをやらないと、その、 その苦労はわからないと思いますけど、対面と通話の方が簡単に売れます。それに比べるとですね。まあ本当に、セールスするのって、これしかないですよ。対面で売るか、通話で売るか、ウェブ上で売るか。ウェブ上で売るっつったら、メールで売る、セールスレターで売る、動画で売る、これしかないんで、音声で売る。うん、写真だけで売るっていうのはちょっと難しいですよね、うん。まあもうこれしかないですよ、セールスする上でやることって。うん、でも多くの人が、いやなんか対面嫌だなとか、 なんかなんか言われたら嫌だなとか、なんかいろいろあるんですけど、じゃあコピーライティングやってくださいと。そっちも、そっちの方が相当大変ですよと。まあ書くのがね、めっちゃ好きですっていう人だったらいいんですけど、まあ僕はもう書きたくないですね、あんまり <laughs>。まあ人それぞれなんであれですけどね。まあとりあえず、えー、売れてるということで今日でね、60万ですかね。素晴らしい。はい。頑張ってください。では、報告、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。